今日どんな感じで来られました？最初は寝てる時のいびきがもう赤ちゃんの時から大きいのと、うん、あと無呼吸症候群になりかけの感じが気になりました。あ、なるほどね、はい、で、原始反射のテストをしたらATNR というか STNR が結構陽性といって発達が終わってない状態だったんです。それ結構今日ね2回目で治って、でまだ1回目はどうでした？治療して、治療して1回目はいびきの音が普段より小さくなりました、うんうん、はい、ちょっとここを映してみて下、はい、ここの角度も広くてちょっと子供にしたらこう横に広がりすぎないんです。こういうふうにこのくらい、まあこれくびれてるんですけど、それと一番気になるのはここの硬さ。ここと比べてここが硬くなる。硬いです。硬いですよね、はい、だから上の方が息を吸うときに広がって吐くときに縮まる、そういうのもうまくいってないようですよね。そのやり方をちょっと教えます。はい、ここ手をこう置いて、背中はどうかな。あ、背中はだいぶ良くなった。この前首のとこ筋がありましたからね。はい、息吸って、はい吐いて、ぐーっと下に下ろします。これを、そうすると下に下ろすことで、ウエストも締まるし、太らなくなる。これをちょっとお母さんの練習で、それやって、息吸って、吐いて。はい、あ、そう、それを寝る前とかやってあげられると、うん、息吸って、はい、吐いて、そうですね、これを左右、左右こっちもやります、ね、はい、そうすると、まあ、こう全体が下に下がるんで舌骨も下がるんです、うん、そうすると舌が一番いいこの前歯のちょっと5ミリぐらい上でペタッとくっつきやすくなるんで、うん、いびきが出る人、口が分かる人で、大体こう歯からベロが出てる人が多いんで、うん、それをちょっと寝る前に左右やってあげてください。はい、わかりました、はい、お願いします。はい、本日のフリでした。はい。